えっと2021年の2月22日の雑談配信です。よろしくお願いします。ちょっと体調が心配なので今日は休みました。心配だ、心配だ、怖い怖い、えー。コロナウイルスの感染者が今日200人切ったってって180何人でしたっけ あの順調に減ってるみたいなんですけどまあ今日僕外出てないんであれなんですけどまあ体感で外出てる人多いよなとか数字減ってるのに安心して外出てる人本当にその数字信じて大丈夫的な感じでありますがまあ目下のも問題としては僕がかかってるかかかってないかの方が問題なんで。 怖いな怖いなあと思うあこ,ああこんばんは青森ーさんもこんばんはよろしくお願いしますうん、怖いなあ怖いなぁと思ってる次第です、えー、今日は青い絵がちょっと描いてますけどこれ昨日昨日の夜中かな昨日の朝方かな描いたらラフなんですけど清書しようかなと思ったらもうやる気失せちゃってねあの <laughs> みんな偉いよねあの。絵とか清書して色をつけてさ、まあ、いろいろ描いててすごいなと思いますよ。まあ、偉いなと思ったりしてます。僕なんかもう、もう下書きで飽きちゃってんだな、なんていうふうに思ってる次第なんですけど、まあ、そんな中、SNS で、昨日から盛り上がってんですよね。あの、つよつよ絵師っていうのね。 ちょっと目にした人は目にしたかしなかったかあれですけどこんばんはあのこれ,これ何かっつうとあのつよつよ絵師っていうのがあのまあ人気がある人ですねあの100万人フォロワーがいて1枚絵,を絵が投下されるとみんながそれをこう紙のようにあがめるっていうようなそういうのをこう紙絵師とか いろいろ言うんですけど、あのま,まあそ、そもそもこの絵師っていう言い方どうよって思ったりはするんですけど、普通にイラストレーターでいいじゃんとかさ、あの絵を描く人、漫画を描く人っていうので、でもそれを絵師っていうのなんだろう、やっぱこれは歌い手的な何か、歌手じゃない的な何か。 これと一緒よなと思って。でまあ「つよつよ絵師」っていうのは何かっつうとまあ上絵師的なものはおこがましいので自分でこう少しここが弱い表現になってるわけですよあの。つよつよ絵師っていうと頭悪そうじゃん。 まず「つよつよ」ってなんだよっていう話なんであの <laughs> でもそこが僕はそのつその「神絵師になる」って言い切るんじゃなくて「つよつよ絵師になるんで」っていうあのまあ日本人的な謙遜の心と言いますかねそう,そういうので言ってるわけですでまあ大体この「つよつよ絵師になるんであの早めに僕のことをフォローして応援してください」っていうために 始めてるらしいんですだから絵を描き始めて人気者になりたい人が使うワードとして流行り始めたのがつよつよ絵師というう言葉だそうですところがこれが流行ってきたと流行ってきたのを見つけたー元から絵がうまいこの神絵師と呼ばれる人たちがこの「つよつよ絵師」っていうのにあの今流行ってるらしいから。 こ,このハッシュタグをつけてあの自分のうまい絵を投稿しようとあそしてこれは向上心の表れでもあるからあの自分がまだまだ未熟者だなと思ってる、えーまあ、実際のところ絵がうまくていっぱいフォロワーがいるような人たちがですねこれを使い始めたとこれがけしからんつってまたガイアが騒ぎ始めて SNS にずっとつよつよ絵師っていうのが。 今人気のタグっつってあの出てるんだんですね。なんじゃこりゃと思って調べてさあきれたっていうのがあれなんですけど、うん、さすがにそれが昨日でその人気が終わるだろうと思ってたら今日もずっと延々と人気,人気が続いててあの嫌だなと思いました。で僕は思ったわけですよ。あの「つよつよ絵師」なんつうのねあのあの「ガリレオガリレじゃねえや」 アルフレッド・ヒッチ・ゴークじゃねえや <laughs> 肝心な時に、えー、出てこないレオナルド・ダ・ヴィンチですよだからだダ,ダ・ヴィンチの「モナ・リザに」にもうそういうのやめなさいっていうのを僕も投稿したんですよねあの自分の絵で投稿しないあたりが僕も卑怯だなとは思うんですけどだけ誰にも響かなかったみたいで「いいね」が1個ももらえないっていうですね <laughs> <laughs> なるほどなとあのあの,の SNS で地位を上げていかなきゃいけないんですなと思ってでもわざわざ地位を上げんのもめんどくせえしなと思ったりとかして疲れたっていうのが今ここですまあなんか新しい言葉をこう生み出してはさあの無駄なことしてんなと思ってね黙って絵描いてう手くなってるゃいいじゃんって話なんであの まあ今それで通用しないのが世の中で少しでも流行に乗ってっていうことをやるんでしょうけどやーでやでしょうがないですねあのなんかこの流行に乗るっていうことでまあ人目に触れるっていうことになるんですけどあんまり良くないなと思ったりとかしております、えー えー、ゼルダの伝説35周年の話をします。いい加減飽きろと思ってますね。<laughs> もう終わってると思ってさ。何、あのー、だろう、まあ、な何でもかんでもゲームの発売日とかさあ、ゲームのキャラクターの誕生日とかさ、お祝いしたいんでしょうなと思うんですよ。で、えー、正確には2月の19日が、 うん35周年なわけでしたけどあのその35周年の時にお祝いすればいいんだけどみんな間に合わないんだね35周年にお祝いしようっつってお祝いの絵を描いてたけど1日遅れちゃったけどおめでとうございますとか2日遅れちゃったけどおめでとうございますっつってね「あいいよいいよ」とみんなあの「ゼルダが好きなんだからいいよいいよ」っつって <laughs> あのそんなのが僕のところに回ってくるんですね。 なんで回ってくるかっていうと僕がほら 100%RTA やってる時に Twitter のフォローを返した人たちがゼルダ好きだからさ異常に僕のタイムラインにゼルダ3 5周年が今日の今今になっても流れてくるっていう状態なんですけどあ,あのお祭りがあってまあお祭り1日だけだったらいいけどさなんかその余波で何日も何日も 来ててるのっ,て何かな,と思って、ね、なんか締まりがないなと思ったりとかしてます。お祭りってその,その日のお祭りを楽しんだ後にまあ翌日はごみ掃除ぐらいでさ終わらせるのが綺麗なんじゃないのなんて思うのでうんなんか引っ張って引っ張って自分はいつまでもゼルダが好きなんですとか言ってる人たちがね あのもうへきへきとしてるとこだったりとかいたします。あのね、あのね、宣言がうざい。あの <laughs> こんなこと言ってまだ友達なくすんだろうなと思うんだけどあの、あの、私はゼルダを一生愛していきます。いや、この宣言いらないからっていうさ。あの なんでこれわざわざ宣言しなきゃいけないのと思ってんのよ。黙ってりゃいいじゃんと思うんだけどあの頭悪いんだろうなと思ったりとか未来予想図が描けないんだろうなとかよしんばや任天堂がね倒産してさもう「ゼルダの伝説」の新作が作られないってなった時にこいつらは絶対に見捨てるんですよ。そのもうこれからは 提供されなないコンテンテツになったものを愛し続けるなだ今こうね任天堂っていうのがこうね世界の名だたるゲームメーカーとして君臨してるからそれにくっついてるだけで「ついてきますついてきます!ます」ってったって落ち目になったら絶対見捨てるんだからさあのその自分の姿が想像できないとか考えられないってい人間が僕は信用ならないんですよ。 あのだから、本当に今だけ、今だけ愛してますっていうね、あのとりあえず今だけ愛してますみたいな、流行ってるから追っかけてますって、正直に言ったらいいんじゃないかなと思うんだけど、たまにこのさ、まあ、アイドルグループでもそうですよね、いまだにジャ,ニーズジャニーズの忍者が大好きですって言ってる女の人はいないんですよ、少数派なんですよ、いたとしても。あの 今、嵐が大好きで一生大好きですとかっていう人も、嵐のメンバーの人が誰か結婚とかしたら、もうそこであのファンの感情としては押し上げないわけですよ。もう私のものじゃないんだっつってね、ロスだっつって、あの悲しいっつってさ、そんな自分勝手なことはないわけですけども、それが想像できないんですよ。 ゼルダロスみたいなやつがねあの、いつかは来ると思うんですよねあの。いろんなものが流行ってくるわけですから、その流行りの中で何十年も続くコンテンツっていう方が、うんうん、珍しいし、珍しいけども、やっぱりその続くコンテンツっていうのはある意味、みっともない行為でもあるので、あのそういうのが全然見えてない人が35周年お祝いしてんだよなぁなんて思ってね。 いやーな気持ちになりました <laughs>。だから、おで終わらしといてくれればいいんだけど、ずっと来るからね、すごいなと思って、飽きないんだろうなとか、まあだからその、その余波で自分が見つけたやつを、一生懸命、他の人に広めようとしてんだろうけど、ちょっと、草の根運動的にもあんまり印象が良くないななんていうふうに思ったりとかしてます。 あじゃあ見なきゃいいじゃんってやつですけどねまあまあ目についたところでこの2つがありましたあとはそうね何だっけあの菅さんが相変わらず攻撃されてたりとかあいたしますけど <laughs> かわいそうに息子がバカなをバカなばっかりに総理大臣になって な何だろう秋まで頑張ってやらせときゃいいのにって思うんですけど僕なんかはどうせ秋,に秋の総選挙でいろいろ入れ替わるんだからと思ってるから、うんまあ、また面倒くさいことにならなきゃいいのになとは思ってるんですけど、まあ、一生懸命引きずり下ろしたい人はチャンスだっつってやってんだろうけどああいう人もね自分の身は顧みないで人の悪口ばっかり言ってたりとかするから。 どううかかな,なっていうふうに思ったりとかしてます、ね、ほんでそんな中で何だろう確かなニュースかどうかは分かりませんよわかりませんよなんかウイグル中国の横丁にあるウイグル自,自治区ってとこがあって、ねえー、このウイグルが、まあ、中国に占領されたとで今強制労働されてんだとで、えー ウイグル助けよう運動っていうのをイギリスとアメリカがけしからんっつってで中国に対して経済政策もしたいんだけどそれに伴って中国にお金をこう流してるあの80の会社こ,これに対しても、まあ、制裁とか もしくは中国から手を切ってくださいよっていうような、うんうん、声明文が出されたと。で、その中の12の会社が日本の会社であると。ソニーとかニンテンドーとか日立とか NEC とかあー、その辺が名を連ねてるみたいなんですけど、まあ、基本的にで電子部品とか作ってるところがやたら多いんですけど、 あのー、これがニュースにならないっていうまあだから本当かどうか分かんないっていうのが一個とうーいわゆる民間のニュースはスポンサーありきなのでスポンサーの顔色をう,たうってこういうニュースを流せないっていう2点があるんですけど本当に。 今日,今日ちょっと夕方のニュース一生懸命見てたんですけどまあこのニュースに触れることは一切ないですよね菅さんの悪口ばっかり言って終わってますねなんて思ってそういうそういうとこだよねって思ったりして <laughs> あの日本って不自由な国だよなってちょっと思ったりとかいたしましたねまあまあ国民全員がそれを知らなければいけないってこともないしどうせ今日本人暇なんで えー、なんか叩くニュースのソースでもありゃそれでねあの消しからんって言ってればいいわけですからそ,それが消しからんって言ってそ,そのことがなくなることで逆に、あのー、日本が不利になる状況になったとしてもそれは知らないんですただ騒ぎたい人たちばっかりだからあ、ね、それに合わせて国が動いてもななんていうふうにも思ったりとか会社が動いたりもしてもなと思うので。 うん、あのまあこういう不公平なところに目をつぶって生きていくのがまあ波風立たなくていいのかななんていう,ふうに思ったりとかししましたただ本当に不自然にそういうのを報道しないねだからそ,そういうことをやって忖度とかしちゃってっから上級国民だとかさいろいろ言われちゃうわけでさんなんかね あのそれがちゃんとニュースとして正しいのか正しくないのかも精査して出すべきものは出した方がいいんじゃないのなんて思ったりしましたまあ何ともならんのでしょうなあ結局は結局はお金のおある人が強いっていうところでえー、っとねあのねインターネットで あの違う、インターネットは関係ないや。あの言論の自由的なものが金、金融で変わってくるって話があって、っとクレジット会社が、あのまあ、その、本とか出版するときに、 そのク,クレジットカードで殺人とかまあだからミステリー小説とかですよねあの殺意とか殺人とかっていうワードが入っているとクレジットの審査を通らないっていうあのはっっていう話なんですけどあまあだからは反社会的要因の言葉が入っているとその本が出版できないとかっていうものがあったりとか今。 ちょっと出始めてるらしいですうんだからその社,社会的に信用が置けないものに対して、えー、それを担保するお金としてそれは許しませんよっていうね経済側からその言論弾圧がありますよっていう現象が起こり始めてるみたいですまあ YouTube だと、ね、性的なものを出しちゃいけないとか、まあ、ニコニコでも あやっちゃいけないこととか見せちゃいけないことっていうのがあるんですけどいよいよまあそういうものであのもうあのなんだろう NG ワードごと世界をこう包み込もうみたいなところがあいろんなところで起こり始めてんだなあなんていうふうに思いました何も言えないんだね、えー、だからちょっとでも今後はまだ今は言えてるけど 国家の悪口だとか、あそこが悪いとか、あそこの国がどのこうのとか、黒い噂だとか、ワクチンは効かないだとか、<laughs> あの適当なこと言ってっとあと、粛清される世の中になるんだろうな、なんていうふうに、えー、思ったりとかしました。まあもう今はそういう意味であの、本当にバカになって、何にも自分で考えないような人になって、みんなが、 言っっててることが正しいいんだっていうあみんながこういうふうに言ってるからあー僕もそう思うようにするっていう生き方が一番楽なんだろうななんていうふうに思いました僕はなかなかそこまで器用に生きられないのでまたこれからもいろいろと陰謀論なんかを信じてですね <laughs> あのよう ちょっと世から離れながら距離を置きながら生きていくんだろうなと思うんですけどまあ日々日々生きづらい感じになるなぁなんていうふうに思ったりとかしてます思ったように絵が描けなかったりとかあれあれが描きたいっつってもいろいろ規制がかかるとこれが描きたいっつってもそれはまたそういうの表現しちゃいけませんよとか出しちゃいけませんよとかこの前もピクシブに怒られましたからね <laughs> あ,のあなたの投稿消しときましたから <laughs> って言われてあそうですかと思ってあのぼ僕も何の投稿をしたか覚えてないのであのいつのどの投稿が消されたのかとかあの自分でさかのぼっても分かんなかったんだよねななど,どれが消されたんだろうと思ってでもそうやっていろいろダメなものがあるらしいんで もうこれはどうしようもないななんていうふうに思ったりとかしてる次第です。あまあインターネットはそのあまあだんだん法整備とかされてねあのみんながインターネットを使うのに適したアンダーグラウンドなものがものがない世界というのがインターネットであるっていうふうにだんだんねなっていくんでしょうからしょうがないななんていうふうには思いますけどなんだろう 僕は思うのは、その,の、存在しない世界。だ綺麗な世界ですよね。綺麗な世界で生きてる人っていうのは、本当は、そのお花畑があってさ、もう、世界はこう、キラキラしてるわけだよ。ね、し幸せにここで、あははうふふってこう、 う何の心配もない他人に攻撃されることもない他人から殺されるようなこともなければ命を狙われることもなければというような世界に住んでる人とでも現実は実は綺麗な世界だけじゃなくて悪いこと考えてる人とか転売屋とか <laughs> 今悪いことで転売屋が一番先に出てくるのもどうかな殺人とかね放火とかね 暇つぶしに火つけてもらってる人が多いらしいですけど、今、暇なんだなと思うんですけど、あの、ね、恐ろしい世界というのもあるわけですよ。恐ろしい世界を知らないということは、逆に怖いなと思うんですよ。だから、この、綺麗な世界しか知らない人が、俺オレ,オレ詐欺に引っかかるわけですよ。あの <laughs> どうやったらオレオレ詐欺っていうものが成立するかっていうことがもう頭の中から抜けちゃってる人だから、あのそれはやっぱり良くない世界なんじゃないのって思ったりするんです。み、皆さんが犯罪に対しても、ああ 対応策とかをちゃんと持てるものがあ本来賢い世界なんじゃないかななんていうふうに思ったりとかするのでいろいろ排除してってきれいなものだけがこの世の中その上積みきれいな上積みだけで生活するのって非常にこう不健康な生き方のような気がいたします。うーん だ世,世の中はそんな花畑だけじゃないしううその花畑を作るにしたってさ土にはそのある程度の,あの花,花を咲かせるために構成する土の成分の中には汚いものであったりとかもう入ってたりするわけでううそ,そういうのがんか分かってない人たちが本当にただただ。 夢のような綺麗な川が流れて空は毎日晴れて暖かく <laughs> 天国みたいな世界みたいなのを作れると思ってるというかねうんその地球上の気象ですら本来コントロールできない地震もコントロールできないうーそ,うそういう世の中にありながらですよあーなんか人間は万能であるっていうところを それはとてもおこがましいことだし人間の限界を知らない無知な行為であるように僕はちょっと思えたりとかいたしますねえまあそんなことを思った日々でありました今日の雑談はまあ以上になりますけど皆さんからは何かありますかどうしてもこれが話したいとか聞いてよメンマさんつってあの <laughs> メンマさんは興味ないかもしれないけど聞いてよメンマさんっていうのがあれば一応聞きますけどなきゃないで終わりますけどよろしいですかあのちょっとね最近ちょっとそのみんな皆さんとこうイチャイチャしすぎて1回の配信が1時間半とか2時間とかになったりとかするからあのそれよりはメンマさんしゃべりたいことだけ喋って10分で終わるとかね そういうのでもいいと思ってるのであの、なきゃないでいいんですけど。大丈夫ですか特に、特にないですかこの死に損ないに今日,今日聞いてほしいこととか、あれば聞くだけ聞きますよ。良き答えを用意するわけではないけれど。よからね。大丈夫ない 青森 P さんとは大丈夫ですかいつもいらない情報をくれる青森 P さんとは大丈夫ですか大丈夫であれば今日はこれで終わろうかなと思います。まあもうちょっと皆さんね、あのー、悪い現実の方も見て。 その悪いことはどうやったらなくなるんだろうということを考えていた方がいいような気はいたしますけどね大体が不幸な生い立ちから始まってることの方が多いので、えー、ーそ,そこに思いが至らないとかあー解決の考え方が粛清しかないというのはさすがにやっぱ低能のやることかななんていうふうに思ったりします。だから 逆に言うと、このウイグルの問題とかもあの、イギリスとアメリカが低能ってことなんだよ。あのあのだって、今、中国がなんで強いかって言ったら、安い商品を世界中にこう売りまくってるからあ成功してるわけだ。他の国よりも安いですよっていう、あじゃあ、同じ商品で安いんだったら中国の買いますよっていう。 うーんね、食料品は怖いけど、まあ、その電化製品ぐらいだったら怖くないやつっていやいや電化製品怖いんですよつってあの中国製品買ったらいろいろ監視されますよみたいなことを言ったりとかするわけだファイザーじゃなくて何だっけあのわあ使わないから忘れちゃった中国の,あのスマホの作るところなんかあったよね。うーん 名前が忘れた <laughs> とかさだからほ,ほんは中国よりもいい商品をイギリスとかあ特にアメリカは iPhone があるわけですから、うん、でも iPhone だってね中国の工場で作ってるわけでうん、なんかねすごい矛盾してるんですよ自分とこだけはよくて人のとこにだけその,あの何かやれとか あいうのおかしな話だしで中国がウイグルをこう攻撃したというかね、あのー、事実上もう中国のものになりそうだっていう時にさ、あのー、じゃあロシアがさ似たようなことやったじゃんあれはどこですかフォートナイトにストリートファイターがコラボするんだね、うん、まあいいんじゃないの フォートナイトってエレクトロニクスアーツだっけあのえエピックゲームのやつだよね。あの今あの、iPhone の,あ,のあれで争ってるやつね。Google とも争ってるんだっけ、ね、大変だと思いますけど。 そ、まあそこではね、カップコンそんなに関係ないので、あのゲームのコラボ自体はいいんじゃないのと思ったりとかします、はあ。フォートナイトは相変わらず人気なんですかあの壁作ってシューティングするゲーム。あれは何が楽しいのあの任天堂スイッ Switch でもダウンロードできるから、ね、無料でダウンロードできるから遊べばいいんだろうけど。 なんか今、職種が動かないんだよね、フォートナイトはね。な、な、みんなあれ、フォートナイトは何が面白くてやってんのかなっていうのは、ちょっと謎で。まあまあ、もともと多分僕、その100人ぐらいで参戦して、1人勝ち残るっていうゲームがあんま好きじゃないんだと思うんですよ。あの、PUBG とかも,も好きじゃないし。 まあそ,そんな中でストリートファイターがそれとコラボして喜ぶ人がいればいいんじゃないかなとは思ったりはしますあんなのか勝手にアバターみたいなのを作っちゃ怒られるけどコラボしたらそれはそれでいいんだねめんどくさいね でもそうやって、うん、まあまあまあいいんじゃないかなと思ったいやーまあ FPS 自体も僕はわからないというかね、あのー、あ FPS ちょっと勉強しようかなと思って動画とか見るとねあの動画ですら 3D 用意するので動きが早すぎて何やってるかわかんないっていう、あのー、特にスナイパー系のやつなんかはもう全然わかんないので。あのーこ ね、動画の中で何が動いてるか分かんないけどプレイヤーは分かってターンって打つんだよねそうするとキルがキル数が上がってんだよね何やってんだろうこれと思ってさプレイヤーには何が見えているんだろうと思ってねああこれは僕がやるべきゲームじゃないんだろうなとは思ったりとかするんですけどまあねあのお子さんとか割と FPS とかね強かったりするのでフォートナイトとかも強い ね、あの30超えたプレイヤーより10代のプレイヤーの方が全然反応速度とかの面でも強いみたいであまあね e スポーツなんかにするにはちょうどいいんだろうななんて思ったりしますけどわからんあの足場作ってぴょんぴょん当たらないようにぴょんぴょん飛んで逃げたりとかするのも込みで全部わかんないフォートナイト うんまあでもそれ,それを世界中の人が面白いと思って参加してるんだったらそれは面白いんでしょうきっとちょっと僕にはわからないですけどねまあそ,そ,それがどうしても話したかったんだねありがとうございますはあまあ青森 P さんはねアイドルマスターとかの方がいいんだろうしあそうあのー、青森 P さん用の話がありますよ あのー、来週いよいよスーパーヒーロー戦隊が最終回っつってさあ次回最終回なんつって、えー、ああキラメイジャー終わっちゃうんだと思ってねそしたらキラメイジャー終わっちゃうんだという余韻の中でさまあ昨日テレビでね日曜の朝スーパーヒーロータイムを見るおじさんとしてね見てたらですね キラメイジャー終わった瞬間にねアイドルマスターの CM やってんの。あのまあバンダイナムコだからね。あ <laughs> の今だっつって押し込んでるんだろうしその子供だけじゃなくおじさんも見てるんだっていうことも込みで分かってたあそこに CM 入れてんだろうけどすごい違和感だった。そのそのの 特撮のさおもちゃ売りたいからお,おもちゃの CM とかお菓子の CM がメインで普通はあそこは入るわけなんですけどあそこに唐突にアイドルマスターの DVD ボックスかなんかの CM が入っててぎょっとしちゃったあのすげえなこ子供番組でだんだんそのア,イアイドルマスターの英才教育ここから始めるんだと思ってね えー、ちょっと恐怖しましたけども青森 P さんには多分「アイドルマスター」の話題があるから。の広告打ち込んでますよ。すごいねびっくりしちゃった「あの仮面ライダー」にアイマスが殴り込んでくるんだと思ってねちょっとびっくりしちゃいましたよいやもう僕の想像外だったからさあの。<laughs> あもう今なりふり構ってらんないんだろうねバンナムもねちょ,ちょっとでも顧客をとかね小学6年生がねもう今年卒業だったら来年中学1年生になるわけですから中学生になったらもう新しいその刺激ということで女の子女の子で,でうまいことはめれば中学1年生からはめると30になっても40になってもずっとアイドルマスターを追っかけるおじさんが。 出来上がるわけですからすごい英才教育だなと思ってましたよ。あれ、ゾッとしましたね。えー、あと、ちょっとね、3日前の話ですけど、土曜日の朝に大の大冒険を見たんですよ。ああのリメイクアニメの。やっと、やっと、あのー、えー、っとほ、炎と氷が合体したミルドラースじゃなくて、なんだっけ。 あの時やっとやっつけたねなげえと思ってさ <laughs> あの本当に本当に原作に忠実に大事に作ってんだなと思ってさだけどこんなに大事に作ってたらさ後半のエピソードとかもっとな間延びするわけじゃんあのハドラー軍のあの,あのチェスの駒のさあ人たちとか出してくるとすげえ長くなってくるわけですよ それもちゃんと追い込みで済みで作ってんのと思ってさちょっと心配になりましたねあとその第1話から比べるとだいぶアニメーションの質が落ちたというかより紙芝居的になっててさああ予算ないんだろうなと思ったりとかするあたりでま,またまたあの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  <laughs> t p s のアニメの時みたいに打ち切りみたいなことになるんじゃないかなと思ってさ <laughs> いくらスクエアが多少蓄えがあるからといって最後まで大の大冒険やるの厳しいんじゃないかなと思ったりとかしてますむしろその大の大冒険のアニメが大失敗したりとかしたらさ ゲームの方でさ、坂口さんは映画作って大失敗したからその責任取ってやめろっつってやめさせられたわけですよ。誰が責任取るんだろうなと思ったりもしてますよ。大 <laughs> の大冒険、おもちゃも大して売れてないみたいだし。あのみんな喜んでても、やっぱ結局。星野源が引っ越し。 何それどうに引っ越したの事務所を引っ越したのっていうか僕星野源が好きじゃないからああの基本的になるべく視界に入れないようにしてるんですけどあの人のこと好きな人は本当に好きなの話題だから好きなんじゃないのって思ってるんだけどな何がいいんだろうと思ってね大江千里みてだなぁといつも思ってるのでまあそ,そのうち飽きられるんだろうなぁと思ってるんだけどあの 別に顔がいいわけでもないし歌がうまいわけでもないし作る歌は変な歌ばっかりだけどねスーパーマリオ35周年とかドラえもんの歌とかさあの歌ってるじゃん,なんかなと思ってねドラえもんが怪我されたと僕は思ってるんですが <laughs> あの劇場版のエンディングぐらいならいいけどまさかテレビのオープニング星野源になると思わなかったよと思ってさ いまだにドラえもんがアンアンアンとっても大好きドラえもんとかああいうのであ,あっちの方がいいよなとか思ったりとかしてるのであのなんか今のドラえもんは本当その定番の歌に全然ならないっていうかさあの,あのポケットの歌とかもさあ,あこれで、ね、もうこれであの定番にして何十年もやるのかなと思ったらそれもやらないっていうね。 サザエさんを見習って欲しいですねお魚加わえたドラ猫のやつですよ。誰もあの歌の CD とか持ってないレコードとか CD 持ってないのにあのみんなあの歌は知ってるっていうさ、まあ、それなぜなら何十年もあの歌流れてるからなわけであのなんかそういうのなくてさおなじみの曲みたいなのが本当アニメにないのはダメだなと思ったんです アイドルマスターもそうでしょ新しいゲームでーーはい長いは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 はははい、長い、<laughs> 長い、はい、ああまあでもアイドルマスターもともとアーケードのゲームですからねまあ僕がゲーセン通ってる頃なんかアイドルマスターのところに必ず一人ねメガネかけた黄色いシャツのおじさんが座っててさ あのその人が一生懸命やってたねあこの人がアイマス支えてんだなと思ってね僕はビートマニアをやってたわけですけどあの, <laughs> あの時代から考えるとすごいねずっと続いてるわけですからね、うん、それは星野源エピソードねありがとうね僕星野源嫌,嫌いだって話したと思うんですけどその嫌いな話をしても絶対に青森ピんが押してくるんだよね。 いいんですよ別にあのするなっていうふうには言わないので、えー、あ青森 P さんいつもそういうことやるよなと思うので、えー、全然それも、まあ、そ,うそういうもんだろうというのでね聞きますんでそれはよかった何よりです <laughs> 青森 P さんはあれですか星野源好きなんですか嫌いなんですかうそ,そこだけはっきりさせと あの好きでもないのにその話題をしてたんだったらそれはけしからんって話ですけど好きならしょうがないよね星のの源といえばマリリオさんのアニバーサリーサソング作ってましたねおおそうか好きですよ耳がないのかなああああありがとうならしょうがないなもうならしょうがないですよあもい P さんは星野源が好きだからこの話をしてんだねじゃあもう納得したからいいですよ <laughs> 僕、僕喋ったんだけどな、35周年も歌ってるし気に入らねえって話、そ,そこも聞き、まあまあまあ,まあ、ね、みんな話半分、みんなというか、特に青森 P さんは話半分に、僕の話なんか何も聞いてないんだなと思うので、<laughs> いいんです。言いたいことだけ言えばいいですよ。やっぱ、あの、 あんまりあんまりもう本当にあのそ,そんなもんすよ。あのまあでもき昨日昨日言ったああのあのね、今流行ってる歌で「うっせー、うっせー、うっせーわー」っていう歌があるんですけどあれは本当に良くない歌だと思うあれに比べたらまだ星野源は無害だなとは思うんですけど。<laughs> あの あのだから歌でうっせえわーわっていうそのガチャガチャうるさい音楽をやってるお,お前がうるさいよっていうやつなんですよ。でもそれ流れてる曲に文句言ったってしょうがないからやっぱあなたの曲が優先でうっせえうっせえ流れてるんですけどむしろうるさいのはあなたの方なので二度と楽曲を作らないでくださいっつって。 あの歌手をやめてくださいっていう風にお願いするしかないですね。本当はインターネットで聞きたい人だけがその Spotify とかで聞いてればいいだけの話なんだけどそうじゃなくて売れると結果出,る出てきちゃうからねあのドルチェガッパーナの香水のせいになっちゃうからさ。 あ聞きたくなくても流行れば出てきちゃうのであしょうがないかななんていうふうに思ったりはしますね、うん、な,なんだろうあのやっぱ世の中誰も怒る人がいなくなっちゃったんだなというのは少し思いますあだから作りたいものを作るっていうことでさそれがあのどうしても作りたいんですか,かもう僕シーナリングも嫌いだからさ あのシ,シーナリンゴはゴかいろいろ新しい感覚だって褒められてるけど秘匿するものだろうっていうふうなことをただただ明らかんとその自分の性事情であったりとかあ思ってる暗い側面であったりとかを歌に乗せてやってたりとかして。 聞いて思って。最近の虫がわいてるなって思いました。うんうんうん、そうか。なるほど、あった。うん、百日のぐを妊娠の間にはそうだね。よしよし。<laughs> 僕も僕でひどいね、何かありますかって聞いて、せっかく。なんかひねり出そうとしたのが、それなんだろうから、もうちょっと大事に扱えばいいのにね。 金の虫がが湧いたつまあ、でも実際もう金にならないでしょ100日後に死ぬワニは。でだからああいうのは作り方と宣伝の仕方なんだろうね。ほらワ,ワニの前にゲームで青鬼ってやつが流行ったでしょ。青鬼みんながキャッキャッキャッキャー遊んでたわけですけどあれが映画になるっつって映画になった時にさ 話題とかにはなったけど結局みんな映画館には行かなかったんですよそ。そういうことなんじゃないのだからうまいことでも「鬼滅の刃」は話題になってみんな映画館に行ったわけですよね。<laughs> コロナの中で <laughs>。コロナで大変だっつうのに興行成績あれだけ上がるんだからさバカなんじゃねえかなと思ってるんですけど誰がそんなに見に行ったんだよって思うんですけど。 もの、ね、物のけ姫を抜いて1位だと、ね、新海誠がすげえっつってたけどもうみんな鬼滅だと、ね、新作映画じゃなくて新作のアニメーションのやつはエピソードがちょっとけしからぬエピソードが入ってるからそこはな直すんじゃねえかとか言われたりとかしながらでも作るんですっていうふうに言ってみたりとか「うん、あ鬼滅の刃」の会社の人が脱税してたとか。 あみんな金の虫なのですよ。<laughs> あのだから何が流行るか流行らせるかとそ,そもそもだって僕「100日後に死ぬワニ」も嫌いだっていう話は前からしてると思うし青森 P さんは前から僕の配信来てると思うから僕がどれだけ「100日後に死ぬワニ」というものに飛びついてる人たちの心が癒やしいかっていう話をしてると思うんですよ。 死ぬワニに対してそのね100日後に死ぬことが確定してるワニに対してさその100日後に死ぬワニのがその死ぬ直前まで何をして過ごすんだろうっていうことを興味本位で見て面白いっつって、えー、みんなにこの話を広めようっつってさ人でなしでしょこいつ100日後に死ぬんだってっつってみんなに言い,言いふらしてその <laughs> あの何の責任も負わないのに言いふらしてるわけだよ。100日後に死ぬワニをさ。で聞いた人たちは、ああ、そなんと興味深い。なんと100日後に死ぬワニはあ、100日後に死ぬそうだよ。あと30日ぐらいで死ぬそうだよ。なんつってさ。で最終回がと投稿される前にさその、みんなで、みんなでというか、一部の人がさ、その、 100日後に,死ぬ,後に死ぬワニの最後はこうなるに違いないっていう嘘のエピソードをさその100日目のエピソードが投稿される前にバンバン出すわけですよ僕の考えて100日後に死ぬワニっつってうわやらしいと思ってさあのこ,これに関わる人たちはだからその金の亡者とかさよりも少年が 腐ってると思うんですよなんでこの,その提供する人が出すものの前に立ちふさがってさ「俺の考えたの!」とかってやるのと思ってさあのー、うそれ多分割り込み的なやつなんだよねだからその,その人の番が回ってくるの分かってんのに ね、28番の方エントリーどうぞっつった時に全然関係ない人が壇上に上がってきてさ「俺の作品見てくれー!」っつって「こいつが歌う前にこい,こいつが歌いそうなことをやります」みたいなことやってるわけでしょなんかそ,そういうのも見て、えー、またそれが違うとかさで本家のエンディングが出たら出たで「はぁ」なんつってさ「あの百日五西の亜紀」の真のエンディングは「 あの書籍で出版したところにううさらにこう後日談みたいなのを書きますみたいな「はあ」なんつって今までただで見てた「100日後に死ぬワニ」というそのあの誰かが死ぬコンテンツをワクワクしながらしかもそれはとても癒やしい行為だっていうことを自覚しない人たちが見てるんだからそりゃそうなるよと思ってるんですよ。<laughs> あの 人の興味を引くのに100日後に死にまーすって言って始めてるわけですからあのそれをねあの最初から読んでる人たちは最後まで読んでもうここまで読んだから褒めないわけにはいかないっつって、えー、よかったなんて言ったりとか途中から入ってきた人ほどもう適当なこと言ってみたりとかでもそれらは全てその人たちに関わったりその作品を見た人はその癒やしい心でこいつどうやって死ぬんだろうっていうさ その,あの100日後にどうやって死ぬんだろうっていうことを下心で見てるわけじゃんそこからしても僕は関わってる人見てる人からして僕には合わないんだなと思ったこれだから僕100日後に死ぬワニが流行ってる時に同じようなこと言ってると思いますよあのでもその話を知りながら P さんは今ちょうど映画化の話題で「百日後に死ぬ割り」が擬人化されてねあのー、なんか人間の俳優で、えー、やるんだっていうのを見せてね、えー、それに対してそれ作ってる人たちは人手なしだみたいなこと言ってますけど本当の人手なしは誰かって話ですよ、あのー、人の言ってることも何にも聞かずに自分がなんとなく 検索で出てきた言葉をそのまんま話すような人がじゃあまともかっつったら僕まともだと思わないんだよねあーまあでもこの放送に来る人はまともな人少ないのであの元柄まともな人なんかいないんだというつもりで僕も配信してるので毎回こんなこと言ってますけどねあのあそんなもんだと思ってますんで それでいいかかなとと思ったりとかしますちょっと感心したんだよね。あの、南林さんがすごいなと思いましてね、まあ、聞いてる人、南林さんって誰だよって話なんですけど、うーんダークソウル駅伝とかね、ダークソウルマラソンなんていう、ダーク,ダークソウルの,あのスピードランの大会みたいなのを日本でやってる方がいらっしゃって。 でそこであの、まあ、配信でするために見栄えよくするためにいろんなスタイルシートとかあ裏方としてねプログラーマーでそのダークソウルの大会盛り上げるためにだそのダークソウルの大会のためにあの参加してる人たちの順位が配信で分かるような状態とかをボランティアで。 何の対価ももらわずに作ってる人がいるんですよ。なんだろうな、この人と思ってね、おかしな人もいるもんじゃーなんて思ってたんですけど、まあ、た,たまたま今日ね、そ,その人が Twitter であのあのちょっと返信をしたからさ、僕、返信をしないって言ってんじゃーんと思ったんだけど、やっぱ人柄ですよね。あのなんで返事書いたかっていうと、僕が南林さんという方を尊敬してるからなんですよ。あの この人の偉いところはその自分のやれるスキルを生かすという形で特に対して得にもならないダークソウルのマラソンの,あのプログラムとか担当してんだよなと思ってね Google のスタイルシートとか準備するんだよなと思ってさ偉いなと思ってさ自分が大会に参加してゲームするわけでもないのにうそういう下準備とか、ね、あの普通にみんなが 配信で見て「わーすげえ!」ってちょっと思ってく,くれるぐらいの,その,あの順位表とかをさ出せるようなシステムとか構築してるあれすごいなと思うんですよあ。それでいてその南林さんに感謝する人なんていうのはほぼいないにもかかわらず黙々とそれをやってで もも文句というか別に陰口叩くわけでもなくあ、あのー、やりたくねえんだとかいうことでもなく粛々とずっとそのダークソウルマラソンとかダークソウル駅伝に関わってきてるっていう「男林さんすごいな」と思ってなんでこんな風に生きられんだろうななんていう風に思ってたらですねやっぱあの人は人間ができてるというかも <laughs> のの考え方がすごいなとちょっと思ったりとかしました。 あのこうななんかしてほしいとか自分がこれだけのことをしたんだからこれだけの評価をされたいという考えをするのはとても間違ってるよねとか普段からそんなことを考えてる人なんですよねえらいなと思ってさえら <laughs> いなと思ったんで今日ちょっと返事をしましたよあみ,みんなからは「メンマさん返事しないって言ってるわりに返事するじゃん」とかって。 思われるだろうなと思ったけどそれはやっぱ尊敬してるからですよねあだからぼ僕がそうやってあのー、割と尊敬する人はたくさんいらっしゃるんですよ軽蔑する人ももちろんいらっしゃいますけどあそこだよね <laughs>、はああずるい言ったってしょうがないなあのーうん 世の中やっぱ頭がいいか悪いかってそこで分かれるんじゃねえかなと思ってます話をも戻しますとねやっぱやっぱ強強絵師なんですよこう強強絵師にのっていう言葉を使ってる人はバカなんだなっていう強強 <laughs> 絵師って書いたら振り向いてもらえるって信じてやってるのはやっぱ「百日後のワニ」であり あの青森 P さんなんだなと思ったりするんですよね。じゃあもう前澤さんに10万円もらってこいよと思うんですけど <laughs> あの同じバカなら10万得するだけそっちの方がいいんじゃないかと思うんでなんかなと思ったりとかしますねだ世。世の中にはそ,そのね頭のいい人と悪い人がいるのはしょうがないできる人とできない人がいるのはしょうがないんで。 うんね、できる人とばっかり付き合いたいってうのもわがままらしいねうちのとこに来るのはできない子が多いからじゃあできないなりにね君はできないねっていう話をしながらだ多少なりともえー、へーへーなんつってあの君はバカだけど可愛いいねって言いながらやるしかないんじゃないかなと思ったりとかしますただそうね 今、青森 P さんという人を、あのー、僕なりに、あのー、何年もずっと来てる人ですけど足が悪いんだって青森 P さんはだからまあ同の余地がここで1個あるよね車椅子かどうかは知ら,知らないけど、あのー、よいしょ <laughs> それでいてアイマスが好きでアイドルマスターとか美少女ゲームに詳しい人で、えー、人間まとめサイトなわけですよまとめサイトに書いてあるようなことを常にこうその時の話題として持ってくるというね、えー、だからあの配信始める前にさなんかそういうちょっと有名なまとめサイトザーッと見とくと今日は青森 P さんが話すことがわかるっていう。<laughs> ああ,こ,あ,あここから持ってきたんだっていうか感想から何,何から全部そこから引用してるからあのそ,うそういうのが面白いんですよね興味があるからまとめサイトで調べてその調べたことをメンマさんに伝えたい知ってようと知ってまいと伝えたいっていう人ですから それはある意味優しさだと思う。その人が考えるめメンマさんにせっかく話題ないですかって聞いたわけですから、僕がね。じゃあ、文が話題を提供してあげようつって二つ持ってきて、その二つとも、あの、青森ピーさん頭おかしいんじゃないのって言われちゃうっていう。あの, <laughs> あの、なんでそこまで俺言われなきゃいけないんだって思うよ。さすがに。 それは不公平だと思うんだけどあ,あとはなんだ青森に住んでて間取りがあって犬飼ってんだよな2匹だっけ2匹犬を飼っててわ割とにあの古き良き日本の,なあの家屋みたいなとこに住んでるそこまでは分かって でも僕はやっぱあんまり知らないんですよ。それで言うと。青森 P さんがどういう人なのか。<laughs> まあ多分、ながらで僕の配信聞いてんだろうなぁとは思ってるんですけど。<laughs> だいたい放送始まるとすぐにわーって来るけどあの、多分全然上の空で自分がコメントしたい時だけするんだろうなぁと思って。その瞬間構ってもらえれば、それで。 幸せな人なんだろうなぁと思ってるので、うん、じゃあ、まあ、それでいいんじゃないかなぁと思ったりとかしますこ。この人は、じゃあ,あ、青森さんはさ、青森 P さんはさ、優れてるかっついうと、別に優れてはいない。何かに特化してこうかってことはない。ただ、 そのなんだろうね多分こ,この人の中には自分の正しいものが何なのかっていう判断基準もないんだと思うんですよね。これが面白い面白くないっていうのも割と青森 P さんの中に物差しはないんじゃないかなと思ったりとかいつもしております。ちょっとね僕は測れないこの人。 でも割とねそういう人はたくさんいるので、えー、別に青森 P さんだけが悪いというわけではないんですが僕知ってる情報これぐらいなんでね青森 P さんがこれが素晴らしいなっていうことはいつも僕の配信に来るなっていうところでえら <laughs> いね、あのー、配信すると来てくれるからまあありがてっちゃありがたいんですけど。 まあだからっつっていつもあまあ、大した。大したことない話、いつも降ってくるなとは思ったりとかしております。ありがとうございます。よいしょだからそ、そうそうなると人間はイメージがついてしまうので、イメージがつくっていうのはやっぱ特化損かで言うとそ、そんなことの方が多いんじゃないかなと思ったりとかします。 でもやっぱ僕も美少女ゲームそんな詳しくないからじゃあ美少女ゲームのこと聞こうかなとか思うとやっぱ青森 P さんは役に立つので、あのー、僕より全然いろいろソーシャルゲームとか詳しいのでね、えー、そういう時にはもう何だっけあのお花の <laughs> 花吉とかああいうのの話聞く時にはもう非常にへえってなったりとかするので。 ありがたいなとは思ってますよ。でもまあそれ以外であんま役に立った試しはないですね、毎回ね。まあでもこんな話をし,ながしてもね、明日になるとね、青森 p さんはね、ケロッとした顔で似たような話をずっとしてくれるんです。<laughs> 僕はそこがね、好きですね。<laughs> この人は <laughs> あの。こんだけ言われてんのに。 来るんだよなと思うとさ、あのまあしょうがないよねって思うんですよ。あのまあ、ちょっとおこがましいようですけど、僕はあの彼に好かれてるんだなと思うわけですよ。青森 P さんという方に <laughs> 好かれてるんだなと思って、あのね来ないでっつっても来るんだろうから、ああそれはそれでなんだろう可愛げっちゃ可愛げだし。 時としてそれはうざいなって思う時もあるっていうそういうことだと思いますね。えー、これ今日ねなんかないですかって話をちょっと引っ張らない方がよかったですね。<laughs> <laughs> 引っ張らなければ文句を言われることも言われることもなかったですからね。あのそれでいいと思うの僕は。 あのだって言ったって人間何にも聞かないんだからごめんごめんなっつってその時だけごめんなさいっつったって僕それがあるからねあの人間が信用できないしそれで言うと自分自身も信用できないこの話は割と僕しますけど小学校の時にあの体育館でまあいたずらを悪さをしてたんですねあでまあ あれですよ小学校の先生の怖いの怖い先生に怒られるわけだメンバーお前なんてことをしたんだっつってであのまあたい友達何人かでこう反省会ですよで並べられてさ放課後のさあの体育館の 体育館にはなんかね、壇上があってさ、で、その壇上の中になんかこう、パイプ椅子を入れるなんかがあるんで、ねこう、ここで校長先生が話したりとかする台があって、ここに椅子があってさ、で、このこの椅子を子どは勝手に出しちゃいけないんだけど、このこの椅子を出してさ、遊んでたわけですよ、わーっつって、剣でャンバラあ椅子でチャンバラしてたわけですよ。 危ないですよね。そら先生は怒りますよね。ほいで、お前ら何やってんだと。ダメって言われることをやってはいけないではないかつってって、すいませんってって、5、6人並べられてさ。で、先生が怒るわけだ。先生3人いてさ。さ3人がかりの大人にさ、子供がさ、注意されてさ。で、みんな二度とやりませんっってさ。すいませんでした。やりませんでーすつって、みんなか帰らされるんだよ。 僕だけ残らさされてさなんで僕だけ残るかっていうとあのあの僕はもう,もう一度やるかもしれないと思ってるわけ <laughs> 自分が信用できないから子供ながらに僕は偉いなと思うああの自分が信用できないわけですよでそ,その場しのぎでやりませんっていうことが僕は口に出せないタイプの人だから今は平気で言えるけどあの 昔はもっと馬鹿正直な子供でしたからあのいろいろ考え子供ながらに考えてあのこの楽しい遊びをまた誰かに誘われたら僕はやるかもしれないなとあであのずっと残らされるわけ放課後ずっと1時間か2時間ずっと立ちっぱなしで先生はただこの子に原質を取る形で やらないって言わせたいだけ言えば返してもらえるんだけどずっと <laughs> 暗くなるまで <laughs> 体育館に電気がついて外暗くなってもまだ僕はずっと立ちんぼであの自分はやるかもしれないからあの反省するってどういうことだろうとか考えながらあの先生の言うことにうんと言わないわけですよ。 あのず,ずっと残されて「もういい帰れ」って言われるんですよ。あの結局こ,こいつは謝らねえんだなっていうでので。だけどその後僕は二度とその椅子のチャンバラをしてさあの遊ぶことな,ないわけですけど「すいませんでした」って帰ったら結局その56人の友達みたいなのはやっぱり後で同じことやって。 あのそういうことなんですよ反省するってどういうことなのかとかあの自分が信用できるのか「もうやりません」っていう簡単に言うことはあ本当に正しいのかっていうねだからじ自分の中に答えがまだ子供だから出せないわけですけどそれでも僕はその自分で考える自分が偉いと思う これ,これを普通の人ができないこともそのご、ね、周りの友達はすぐすいませんってって帰って、ま、何日後かに同じことで怒られるんだから,だから僕はやっぱそ,そ,その意味ではその場で先生に何度悟されてもやっぱ納得できないわけ先生の理屈もやっぱ納得できないし自分でもそのあの納得ができないからね。あの 悪いことをして立たされてはいるけれども二度とやりませんって「言え!」って言われることに対して非常に抵抗するんですね。こんなめんどくさい人いないわけですよ。<laughs> いないよ。だって結,結局周りの友達はすぐすいませんって言って帰るんだから。そうすればすぐ帰れんだから。から僕はそういう意味でね、すごく頑固なんですね。あのそれが本当に。 あのそ,それで済むんだったらいいじゃないっていう今はできますよ今はそ,それで済むんだったらねあの今この場だけとりあえず取り作くればいいやとかさ思うけどさあのでも根っこのところにはこれがあるわけですよあの本当に僕は同じ過ちを繰り返さないのかゲームで解けない謎が出てきたらかんを起こさないのか起こすんですよ僕は。 <laughs> 面白くないとか <laughs> このゲームはクソゲーだっつって自分がただその謎に気づけないだけなのに感触を起こすんですよ <laughs> だからねそう,そ,うそういう意味で自分が信用できないわけですよ <laughs> あこう人前に出て人気者になろうっつって人気者になった後にさまた感触かなんか起こすとさ その人気がない状態でさ、ね、10人ぐらいが見てるところでゲームの感謝を起こすのとさ1万人がみ見てる中で10万人が見てる中で感謝を起こすとさ10万人からさブーイングが来るわけじゃんそしたら最初からそんな人気者にあの強強えしなんつってうことでさ人集めない方がいいんじゃねえかなと思うわけですよ僕みたいな人間は。 だからまあひっそりやってりゃいいなと思ったりとかするわけですまして今そのあのねその,あの僕がやってるようなことはさもし人がすごいいっぱいいる10万人が見てるところでさ青森 P さんをいじめたりとかしたらそれはパワハラだとかさいろいろ言われるわけじゃんあのそれが言われないだけまあいいかなと思ったりとかしても。 だってだってこいつ星野源の話と何だっけ何の話したあわワニの話だ星野源とワニの話してんだよ俺この話ってこいつら嫌いだって話割としてるぜって話なんだけどでずっとこの人来てるんだぜっていうこと言ったって10万人の人たちは頭が悪いからいたとしたらねあのそんなことは関係ないんですよ。 怒りたくて叩きたくてその自分たちが言った感情というものだけが大事な人たちだからあのあのこ,この人が正しくないっていうようなことをずっと言い続けるだけでそれはやっぱ不毛ないくらなな、ね、そのたくさんそのフォローしてもらったりとかさ あしたとしてもさそれはやそれこそ青森 P さんより役に立たない人たちなんですよなんか事が起こった時だけわっと来てその解決にもならない文句とその何が土台になってるんだか分かんない価値観を振りかざしてあれがよくないかこれがよくないって振りかざすような人たちにとやかく言われるぐらいだったらですね、えー、青森 P さん一人に。 あの心を痛めた方が僕はいいと思うんです <laughs> まだまだ手が届く距離ですからでもまあ多分明日からもまた同じようなことで誰かが死んだとかいう話を急にバーンとアモイピーさんは持ってくると思うんですよ散々言ってしばらく誰もその芸能人が死んだとかさあのこ,こ,のこの作家が死んだとかさ言ってこないけどさ 絶対しばらくしたら行ってくるんだからそれぐらい人間なんつうのは当てにならないものですから自分自身もね他人もそうででそういう当てにならない人ばっかりかっつうとやっぱそうじゃなくてね南林さんとかこの人は本当にいつ触れてもぶれない人ですごいなって思ったりとかねする人がいるっていうね。 まあその人が努力してそこに到達したこともあるけどももう,もう一個はやっぱ恵まれてるる環境にあるってことですよ五、ねえー、体満足に体が動くっていうこともそうだし、えー、まあ、プログラムの勉強するにしたってやっぱ環境が大事なわけですから、えー、プログラムの勉強したいなっつったってパソコン買えない人もいるわけですからうん。 で手が届く範囲で自分が興味があるものに投資するだけの,あの何財,財力もあってあ,あとはその勉強したいことに対して力強いな仲間が近くにいたりとかもしくはこうインターネットをうまく利用して遠くにある人と仲良くなるのでもそうだしそれはそれができるかできないかっていうのはやっぱり。 恵まれてるか恵まれてないかの差であるからねあの恵まれてるってどういうことかっつうとさ結局その素晴らしい人っていうのは有限でいるわけですよ世の中に素晴らしい人が10人しかいないとしよう、ね、70億分の10じゃすげえ少ないですけど10にしようね でその10人の素晴らしい人を70億人が取り,取り合うわけですよ。そうするとその相手するにも限界があるわけだその優秀な10人というのは。ってことは付き合う人もある程度限定的になるわけですよだから僕もこの人と仲良くなりたいって思った時に「あごめん店員オーバー」って言われることがあるわけですよ。 だからそう,そうなるかならないかっていうのはやっぱタイミングであり運がいいかであり環境が恵まれてる恵まれてないかっていうことになるわけですよあーそういうことがあるからね、あのー、こればっかりはもうしょうがないど,どうしたってそんな素晴らしい人になりたいと思って始めてもならない人はならないし運が悪ければ悪い人に引っかかって人生振り回されたりもするし うんそ,そういうもんなんだろうななんて思ったりとかしますそういう意味で僕は割と石橋を叩いて壊すタイプの人だから慎重な人だからあのたまに慎重じゃない時もありますけどあの割と僕はこの子どもの性格の頃から変わってないですねあの自分の考えを譲らない自分が信用できないのに謝るなんてことはできないっつって「もういい帰れ」っつってね えー、先生に呆れられるという,こ,うこの性根が変わってないからつ,つまりそれはどういうことかっうと人の話を聞かないってことですよ他,他人に対しての優しさが僕はないんですねじゃあもうしょうがないですよそんな優しさのない人だからねそりゃ通じない話をしてやろうという意地悪もされるだろうししょうがないなと思ったりもしますね、えー、まあ そんな感じで世の中つよつよで生きようなんていうふうにはならないのでただ本当、うん、まあ僕から言うことじゃないんだけど本当とスンカ惜しんでただ縁の練習すりゃいいんじゃねえのかなと思ったりとかするんで <laughs> <laughs> で大体いいそのつよつよの紙絵師とかつったって大した絵描いてねえしなって思うのが僕なので。 この人上手いなあとか素晴らしいなと思う人はほんと少ないのであの,あのまあだから僕は正直なんだろうなと思うんですよその SNS で毎回こう送られてくるわけそれなりに綺麗な絵とかがさだけど僕それにいいねもリツイートもしないんですよもうそれはもうあ何かっていうと当たり前であの僕はいいと思ってないからなんですね あれはいいと思ったからいいねするんだろみんな猫がかわいいと思ったから猫にいいねするんだろ僕はいいと思ってないからいいねしないんですよ。<laughs> でその僕はだいたい1日1リツイートぐらいに決めようとかあんまり Twitter で1日に何回も喋ってる人になんて本当にしょうもねえこと書いてたりとかするからなるべくしょうもないこと書かないようにしようとかう今日しょうもないこと書きましたけどね。 あのー、そ,その中でじゃあ今日1日1ツ,1ツイートするのにこれに「いいね」するかどうかっていうのを考えるわけですよ。みんなそこまで考えないんだろうけどねあの <laughs> いいと思ったものは別に100いい,いいねをしてもいいと思うんだろうしでもねそれがね回ってくるんですよ、うん、うちのタイ,タイムラインに。あの 誰かがしょうもなくいいねとかリツイートしたやつが回ってくんの。食ったらねえと思うやつがさ、それをこうスッスッスッス下にスクロールしてってさ、本当に本当にあの僕はな、まあ、まあ、元から Twitter のフォ,ローなフォローなんて、こっち僕をフォローした人をフォローし返してるだけなので、あの ああ早いところ 1,000, 1000フォローを返したいなと思ってるんですけどあのなかなか600人から動かなくて困ったな <laughs> と思ってるんですけど <laughs> ああそうねあの700人ぐらいになったらフォロー返そうと思ってるんですけど700人になる前にみんな諦めてフォロー外しちゃうからしょうがないんだけどさ あのね、フォローしたままほっとけやいつかフォローし返すのになと思ったりとかしてるんですけどでもそれ,それはそれで僕はそのあ,のフ,ォあフォローされたっていう時にさ5分後にフォロー返しますみたいな生き方をするのも嫌だからさあやっぱそこはちょっと試すんですよね。あのこの人は僕をフォローしたけどもあの例えば3ヶ月ぐらいずっとフォローし続けんのかなとかさ。 で割,割とそんなことない、すす外しちゃう、外しちゃういう。あの,あのね、うん、やっぱそれは結果が出ないからなんですよね。ああ、うん、じゃあこの程度の人ならいらないやっていう,ような指針になるので、だから、あ僕は1年前からずっとフォローしてるんですけどという人それはあなたが試されてるからです。<laughs> この人は3年、3年耐えられるかなとか思いながら見てるわけで、あの、何の話してたのツイッターのフォローの話になる前に何の話をしてたんだっけあだ僕がいいなと思ったやつはその、やっぱりそこでふるいにかけるんですよね。本当にこれは いいなぁと思ってリツイートするものなのか、それともただのメモ用紙感覚でやるものなのか、メモ用紙に取るようなことだったらやっぱり別に Twitter でやることでもねえよなでも,、まあ、でも人の、ね、使い方でメモ用紙みたいに使ってる人もいるのでね、この,この人はいつ寝てんだろうかっていうぐらいにわーっとこうリツイートばっかりする人もいるし、 うんね、やることないんだな、まあ、コロナ禍だからしょうがないかと思ったりとか、うん、それは僕も思われてるんだろうしね、うん、できたっつったら僕なんかそ、それこそ音楽できたっつったら、わっっつってね、出したりとかしますんでね、これもできた、あれもできたっつってあの出したりしますんで、今日も、あのセ,セイントセイヤの DTM ちょっと打っててあの、できたらまた。 選挙制や出したようにしますけど、よろしくお願いします <laughs> そそ。そんな感じなんですよ。だから。いいなあと思っても、それは本当に。じゃあ今日1日の中で一番いいのかな？って思ったらやっぱいいなってならないっていうね。うん、考えるわけですよ。うん だからやっぱりよっぽどなんですよ、僕がリツイートするやつは、そ,その日の中でのベストが出てるわけで、あのなんとなくじゃなくて、割と僕の中では精査してるものが出てるわけであの、まあみんながそんなことやってるわけではないのでね、本当に、本当にしょうもないことをわーって書いてる人ばっかりなのねあの、あの ありがたいことに今600人ぐらいこう僕はフォローしてるから600人分のしょうもないつぶやきがこう流れてくるんだけど何食べたとかさもうあの相変わらずあのもう定番になっちゃっててさその携帯電話にカメラがついちゃってからさそのカメラ使ってさ食べ物の写真撮る人本当どうかしてんなと思うんだけど。 飯食ったっつってさ食う前に写真撮ってるやつとかさ、うん、そ,それでいてその食う前に写真撮るやつがさたまにコメントとかでさ「あの飯が冷めたらまずくなる」とかさ「冷めた飯はまずい」とかってコメントしててさ「おめえが写真で撮ってっからだよ」と思うわけですよ。あの <laughs> 本当よくないと思うよ冷たい飲み物はぬるくなるしさ写真撮ってる分だけさああの何がやりたいんだろう何食ったとか自分用のメモで撮ってんのあれ。よく分かんないまずい飯とかさ青いおでんとかさ作りましたとかって,ってさ。 何のために青いおでん作ってまあまあ目立ってみんなが笑ってくれっかなと思ってやってんだろうけど寒いですよ色,色も寒いしとか思うねほと携帯電話は無駄だねあの携帯電話って携帯で電話ができるっていうことが最もな利点だけど そ,それはもう当たり前のことになってるしみんな電話もしなくなってる電話だとなんか現実が取れないからっつって LINE とかメールとかになってるっていうで携帯にカメラがついてるからさ最近はその携帯電話のカメラの性能でしか CM 打ってないところとかさアホなんじゃないかなって思うんだけど iPhone で映画みたいな映像が撮れますとかさ 暗闇でもこんなにきれいに撮れる携帯ですとかっていろいろ宣伝してるやつとかさお前携帯電話なんだからまずはその携帯電話の能力としてさ電話が確実につながるようなサービスとメールとかがちゃんと受け取ったりとかウェブのサービスが止まらないことの方が大事なわけででもそれは俺の仕事じゃねえってって一生懸命カメラのレンズ磨いてんですよ。 もうなんか本末転倒だなと思ってだけどそのカメラがついていることでみんな喜びさんで意味もない写真を撮りまくるわけでしょ。 でもう今、アルバムとかその写真にするときにもあの別に現像もする必要ないからみんなクラウドかなんかにわーって投げ,投げちゃってさ二度と見ることもないクラウドに投げてさでまたバシ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 ,バシ毎日くだらないものを撮ったりとかインスタにあげるんだとかってってあ100枚撮ったうちの1枚だけあげるみたいなことやってるわけでしょ。やアホかと思ってさ そこ,そこまでしてあげるほど完成度の高いものみんな出してないじゃんとか思うわけですよ。でも、インスタがいいところは、そうね、あの、あの、何今日のし,しめしめ絵師だっけなんだっけくれくれ絵師じゃなくて、えー、っと、何絵師あ、つよつよ絵師ですね。だから、つ、つよつよ絵師って言わないだけインスタはまともですよ。 <laughs> あの自分の自信作として出してるからねああの、もうこの絵描いてて、ツイッターで絵描いてて、つよつよ絵師なんて言葉使ってる人は、ただの最低な人ですよ。僕も一回使ったんで、僕も最低な人ですけど、あまあ、そのように思ったりとかいたします。みんな最低で、みんなこぞって最低ですから、あ安心して、これからも最低な人生を、えー、歩んでいただければいいかなと思。 その最低な人生にちょっとだけ、えー、お付き合いもするかもしれません。メンバー JC の配信でした、うんえー。以上、やっぱ今日何かありますって聞かなきゃよかったなと思いながら、えー、終わろうと思います。<laughs> ありがとうございました。<laughs> あーそうだ。ああ。いや、あの、 に日本テレビがやってるもうゾンビのドラマ僕全然見なくなりましたね昨日やっててどうしようかなと思ったけど結果見ないでテレビ千鳥も見ないまんまお布団入っちゃいましたけどあれはもうダメだめだ何の期待もないからなんだろうねどうせ見たってしょうがねえよなっていうのをやっぱ最初の1話2話で、えー、こうやられたらもう見ないんだね なんか面白くなるかもと思ってさ3話ぐらいまでは一応見たけどそ,それが面白くないんだったらやっぱ切っていいんだろうななんていうふうに思ったりとかいたします。以上、えー、今日の雑談終了です。ありがとうございました。